魚津市議会の越川でございます。ただいま魚津市議会3月定例会を開催しております。予算特別委員会がですね、終了いたしました。本年度の令和2年度の予算約165億円ということで、しっかりとですね、この魚津市の安心安全を守っていく、まあ、そういう予算になったのではないかなというふうに思っております。村椿市長さんのですね、まあ、本当に真の死どころというふうに思われます。大津市ね、財政厳しいですけどね、今再建の途上なので、なんとかみんなで頑張って乗り切ってまいりましょう。今新型コロナウイルスで、まあ、社会的にですね、非常に不安が広がっておりますけれども、これ落ち着いて行動すれば全く大丈夫です。ちゃんとですね、手洗いをして、そしてうがいとかね、あと顔を触らないということですね。手で、粘膜から入っていきますので、まあ言ってみれば普通の風邪もコロナ菌ということですから、まあ必要以上にですね、不安がある必要はないというふうに思います。しっかりとですね、基本を守ってこのコロナウイルス対策をやれば大丈夫です。そして私越川はですね、まあ、魚津市に対して、2月20日の時点からですね、対策を取るように申し入れをしております。当時はね、まだね、皆さん、いやそんなの、富山県の方にはあまり関係ないんじゃないのと言っていらっしゃった頃でございますけれども、いや私も1月からですね、これ研究してましたから、いやこれは来るなと。で、1月の下旬にですね、東京出張があったんですけど、これ中止しました。なぜかというと、もう私、年老いた母親89歳ですと一緒に暮らしております。このコロナウイルスっていうのはね、本当に嫌な菌でありまして、若い人は比較的軽く終わってしまうケースがあるんですが、年配の方はですね、本当に気をつけないといけないということでございます。ですから仮に私がその時上京してですね、まあ菌にかかってしまったと、菌というか、まあ、ウイルスにかかってしまったとして、まあ、そんなに、まあ、大したことなく終わったとしますよね。それでもね、帰ってきてうちの母親に移したら大変なことになる、まあ、そういうふうに考えまして、まあ、あえてですね、その出張を取りやめました。今から思えば、これは正しい判断だったなというふうに思っております。で、具体的にですね、この魚津市を守っていくために、村椿市長さんにですね、お願いをしております。それはですね、まずこの富山労災病院との連携をうまく取っておいてほしいなということなんですね。ただ富山労災病院さんは労働省管轄と厚労省管轄ということで独立行政法人なんですよね。まあでもね、今ね、そんなことも言ってられないんじゃないかなと思いますよ。ここはね、ぜひね、元県立中央病院の事務局長でもあった村椿市長さんにね、頑張ってもらわないといけないなと。で、治療薬の方もね、本当は あるんですけども、国の法律のためにですね、まだ現場に、備蓄をされていないということです。アビガンという薬です。このね、治療法が今のところないということなんで、これをぜひ早く国の方では現場に配備をしてもらいたいと、まあ、そういう要望を行いました。それと同時にですね、対策本部、私2月20日の時に議員協議会で、これはね、ちょっとね、今までと違うから、ちゃんと行政に申し入れをした方がいいよと提案をしたんですが、その2日後になんと富山県にですね、病気にかかられた方が横で立ち寄っていかれたということが明らかになりました。まあ、それで
まあ、にわかにですね、対策本部を作っていただいたということでございます。で、非常にアクション早かったというふうに思っております。で、この対策本部についてはですね、申し入れ別に私しておりまして、例えばですね、お医者さん入ってもらうと大変違うのかなと、私は国に対して思うんですけども、安倍総理がですね、コロナウイルスの件に関して答弁されてもね、やはり、専門家の医師を通して話していただいた方がいいんじゃないかと、まあ、それと同様にですね、この大洲市にも専門のお医者さん、優秀な方いっぱいいらっしゃるので、そういった方に対策本部に入っていただいた方がいいんじゃないかなということで、要望をお願いをしております。なかなか忙しくて難しいという話ですけれども、いつかそういうふうな状況になってくるんじゃないかなというふうに思っております。それとですね、消毒薬、今アルコールでやってますけど、アルコールだんだんなくなってきますよ。だからこれに代わるものを早く魚津市では備蓄をしましょうということを市長にお願いしました。これはね、安定化次亜塩素酸 HClO という化学式のものです。アルコールの80倍の除菌力があります。そしてアルコールよりも安いです。しかも手荒れをしない、ほぼ体には無害、ということで、加湿器に入れてですね、部屋の中に置いとくと部屋全体が除菌してくれます。こういったものをなぜ国が使わないかということなんですね。ですから集会等でもですね、どうしても集まらないといけないとき、この安定化次亜塩素酸をですね、加湿器、超音波型の加湿器です、これに入れて噴霧をしておけばですね、ドアノブもみんな除菌してくれます。だからね、本当不思議です。アルコールはそういうふうにいきませんからね。アルコールは空間洗浄はできないということであります。しかもだんだんアルコールなくなりつつありますから、これに代わるものとして安定化次亜塩素酸というものを用意していただければと思います。実はこのメーカーさんが大洲市にあります。もしお問い合わせいただければですね、私越川ご案内をすることができます。アルコールよりも安くて、しかも効果的な、そういったものをですね、ぜひ国に採用してもらいたいなというふうに思っています。 WHO ではね、これ採用しているし、アメリカでも使っているんです。こういったね、ところがね、日本ちょっと遅れてるのかなという気がいたします。何しろですね、このコロナウイルスに対しては皆さん落ち着いて、で、大洲市もね、私マスクの確認をしましたら2万枚の備蓄があるということですから、順次ですね、必要なところから、医療関係中心になると思うんですが、村椿市長さんにですね、配備をされるということで話を伺いました。みんなでね、本当にいいこの備えて、大洲市から一人もこの罹患者を出さないというつもりで頑張ってまいりましょう。それでは本日の大洲市議会議員越川孝美の街頭演説でした。どうもお騒がせをいたしました。ありがとうございます。